こんにちは、ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美です。今日はブリーディングインクを使って簡単にできる白べっ甲のアートをご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今日はチップにアートをしていきますので、ベースジェルの塗布や説明は割愛させていただきます。まずは E の91番ホワイトグラデーションを用意します。もし実目に塗布する場合は、この91番をこちらのカラードベースビルダーの91番に変えていただいても大丈夫です。今日はチップですので、こちらのエクセルカラーを使用していきます。全体に91番を塗布します。塗布ができたら硬化します。はい、では次にブリーディングインクのメタリックブラウンとブリーディングインクのブラックを用意します。ブリーディングインクはボトルから直接爪の上に乗せてもらってもいいんですけれども、ボトルを倒してしまったりインクの量を調節しにくかったりしますので、その場合はパレットを使用します。今日はインクの量を調節していきたいので、こちらのメタルパレット、こちらを使用していきます。ブラシはこちらポインテッドブラシを用意します。インクのメタリックシリーズはよく振って攪拌をしてから使用するようにしてください。インクをパレットの上に乗せます。インクが飛び跳ねてお洋服などを汚してしまわないように注意をしてください。次にココイストのワイプクレンザーをダッペンディッシュに入れて用意しておきます。クレンザーはインクを溶かしたり筆を洗ったりするのに使用します。準備ができたらブラシにクレンザーを含ませて乾いたインクを溶かします。インクが元の状態に戻ったら爪の上にのせていきます。箇所ぐらいですね、乗せていきます。足したいときは一度乾いた上に足してあげると模様のようになります。はい、このようにまずはメタリックブラウンを乗せました。次に奥行き感を出したいのでブラックを乗せていきます。ブラックを同じようにクレンザーで溶いたらブラウンの真ん中にのせていきます。そうすると模様の真ん中が黒くなって全体に奥行き感が出ます。はい、ブラックをのせることができたら一度ブラシをきれいにクレンザーで洗います。綺麗になったポインテッドブラシでインクをぼかしていきます。丸くなっている縁のところから触っていってあげると形がどんどん崩れていびつになっていきますので、模様のようになります。この時のブラシに含ませるクレンザーの量はキッチンペーパーで調整をしながら触っていくようにしてあげてください。クレンザーが多すぎるとインクの色がなくなってしまいますので、クレンザーの量は多すぎないように注意します。インクは自然乾燥ですので、クレンザーとインクが乾くのを待ちます。色がなくなってしまったところは足してあげてください。軽く触るとこのように模様になります。
次にココイストネイルホイールゴールドを用意します。ネイルホイールは中はロール状になっていますので使いやすい大きさにカットして使用してください。今日はカットしているものを使用していきます。ネイルホイールは少し水分のあるところや未硬化ジェルの上に貼り付きますので、このまま上に貼り付けていきます。未硬化ジェルの残っているところ、あとインクがまだ乾いていなくって水分を含んでいるところにホイールがつきました。ホイールは貼り付いていますので硬化などはせずに、もう一度先ほどの91番ホワイトグラデーションを全体に塗布します。少し圧をかけながら薄めに塗布します。塗布ができたら硬化をします。はい、硬化ができました。もう一度上にブリーディングインクを重ねていきます。先ほどと同じように3箇所にランダムに置いていきます。そして置けたら同じように筆を一旦クレンザーできれいにして境目をぼかしていきます。少し丸い水滴のようになっていると模様の感じがあまり出ないので、丸いところは全部潰していきます。2回目も色の濃淡を出すためだけにのせていますので、少し真ん中のところが濃くなって模様が綺麗になるように調整をしていきます。足りないところやもう少し模様を作りたいところはまた足していきます。調整をしながらのせたらクレンザーでぼかしていきます。そうすると未硬化ジェルの上をクレンザーが滑るように流れていきますので、その時に独特の天然石っぽい模様っていうのが勝手にできてくれますので、インクの特徴を生かしてアートを作っていく感じです。好みの模様ができたらインクを乾かします。次にココイストのクロムペン2番のブロンズを用意します。こちらは本来未硬化ジェルに貼り付けるタイプになるんですけれども、少し模様をぼかしていくのに使いたいので、今日もこのままポンポンポンと未硬化ジェルの上にのせていきます。そうするとこのような細かいラメのように光ってくれます。ここまでできたらこちらアートクリアゼロを用意します。アートクリアは未硬化ジェルが少なくてエクセルカラーとの相性がとてもいいクリアジェルです。ベースジェルではありませんので必ずベースジェルを塗布した上などに使用するようにしてください。ではインクもクロムペンも特に硬化させる必要はありませんので、このままアートクリアを全体に塗布します。ができたら硬化せずに E の1番マキシホワイトを用意します。こちらは56番のブルーイーホワイトよりももう少しナチュラルな、より白に近い白です。ブルーイーホワイトは少し青みがかっていますので、こちらの方がいわゆる白、比べてあげるとこちらがブルーイーホワイトでこっちが1番のマキシホワイトです。今日はマキシホワイトを使用したいと思います。どちらでも大丈夫です。ブルーイーホワイトを使用していただいても大丈夫です。ブラシの端っこに少量白を取ったらちょっと圧をかけながらラインを引いていきます。何度か通ってあげるとちょっとグラデーションのようになります。これを何本か白い線を引いてあげます。
ぐの線にならないように調整をしていきます。触りすぎると色が混ざってしまってラインがくっきりはっきり出てくれませんので、ちょっと触ったら硬化します。最後にこちらウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルを用意します。ウルトラグロッシーノンワイプトップコートジェルは高加熱なども出にくくツヤの持続が長いトップコートジェルですので、サロンワークにもとても向いています。塗布ができたら硬化します。はい、硬化が終わりました。こちらで完成になります。ブリーディングインクやホイール、あとはクロームペンなどを使ってあげることによって硬化をする回数がとても少なくて済みますので、時短でできるアートです。とても簡単ですので、ぜひ試してみてください。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ココイストチャンネルのチャンネル登録やいいねボタンのクリックもぜひよろしくお願いします。ココイストテクニカルアドバイザーの石内初美でした。ありがとうございました。